まあ、なんか、かけるくんに不満とかないんですか、最近は。いや、マジであるんですよ。ここからね、真剣な話に入っていきます。なんか来年、3ヶ月ぐらい、うん、また休止してもいいのかなみたいな、そうそう、ポジティブな意味で。マジですか。うん、やばい、これ見入っちゃいますね。もう、私もその分頑張るって言っても、うん、絶対負担になってるのは覚悟です、うん。ウェイヨー、どうも、かけまるです。はい、ということで、もうすぐ今年が終わってしまいます。ということで、本日は年末にふさわしい素敵な動画を撮っていきたいと思います。ということで、本日の企画は、彼氏がいないところでツンデレ彼女の本音聞いてみた。はい、本日はですね、僕が奈々ちゃんに脱毛って言って適当な嘘をついて先にここの事務所に来ました。で、もうすぐなあちゃんが深谷さんと個人アパレルの打ち合わせがあるので事務所に来るんですよ。その際に深谷さんに、まあ、普段ね、僕に思ってることだったり YouTube 活動に対する思いとかを、僕に言えないことがたくさんあると思うので、なあちゃんの本音を聞き出していきたいと思います。まあ、本日はもうガチでリアルのまま動画をね、提供するので、もしもうなあちゃんが YouTube やめたいとか言ったら本当にやめるかもしれないです。なのでそのくらいの緊張感を持ってモニタリングしていきたいと思います。そして、もう今年終わってしまいますけど、僕たちね、年内50万人目指しているので、まだチャンネル登録をしてない方はぜひね、チャンネル登録本当にお願いします。皆さんのチャンネル登録は僕たちのモチベーションにつながるので、ぜひね、お願いします。ということで、早速やっていきまーしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。深谷さん、これなんですか。これなんで俺ポンコツアホ生き草で書かれてるんですか。なんか書いてるところでも、それもともと書いてあったんですよ。ここに、嘘でしょ。ピンポイントがピンポイントすぎるでしょ。自分が座りに行った。かけまーる。かけまーる脱毛行ってんでしょ。さあ、来ました。果たしてね、どんなことを語ってくれるのか楽しみです。個人のやつ間に合いますかね、ハグ。いや、間に合うと思いますよ。地方アンケートとか海外とかもあったじゃないですか、はい、なんか活動の幅が広がった一年だったのかみたいな、うん、そう考えたらめっちゃいろんなこと経験したな。今年はね、本当にいろんなことを経験させてもらって、本当に一瞬で1年間が過ぎてしまった年ですね。来年は今年よりより濃い1年にしていきたいと思うので、皆さん引き続きね、かけまるの応援よろしくお願いします。最近のかけまるはなんかあれですか、うまくいってます？2人ですか。はい、まあまあ。さあ、早速深谷さんが質問してくれてます。まあ、なんか、かけるくんに不満とかないんですか、最近は。いや、マジであるんですよ、それが。すごいプライベートなんですけど、はい、おなら止まんないんですよ。ああ、いや、それプライベートじゃなくても止まんないですよね。そうなんですよ、本当にやめてほしい。止まんない。おい、そんなおならしてるか、俺。しかも、おならで返事するじゃないですか。はい、深谷さん、真面目な話して。でも、慣れましたね。いや、慣れちゃダメですよ、あれ。本当、大事な時にやるんだよ、あれと。あ、まあですね、誰かといる時も確か、他のクレーターといる時もなんか癖で。あと、なんか、真面目な電話してる時とか、なんかいろいろ考えてる時とか、急になんか、あれじゃないですか、間がある時に、なんか急に歌い出したりする。しかも、その歌が長いんですよ。結構一番全部歌われてる。あれね、ちょっとやり直してる。嫌ですよね。はい、めっちゃ不満あるやん、俺に。あとなんかあるかな。僕だけは別にいいのか。絶対嫌になりますよ。いや、なんだろう、あとは。あ、そういえば皆さん、こちらね、かけまるのオリジナルラガベースウェットっていうのをね、僕たちに新しく出しました。もしまだ在庫ありましたら、皆さんね、迷っている方、お早めにこれゲットしてください。これ着てお買い来てくださいね。しかも寝癖がもう、はい、もう無理。寝癖は。朝起きてきた時、マジヤバいですよ。顔もブスだし、髪型もヤバいし、ちょっと冷めますね、あれ。一回見せたいな、マジで。それは誰でもそうだろ。誰でもそうだろ。あれはウィナーズの試合どうだったんですか、見に行ったんですよ。めっちゃかっこよかったんですよ、アイムくん。アイムかい。アイムかい。アキラくんは出てました。
か出てました。うん、出てた、走ってましたよ。やっぱ深谷さんの前ではツンツンしちゃうんですね。まあでも二人きりの時は本当にデレデレしてくるんで、皆さん安心してください。こういうキャラなんですよ。キャラっていうかもう素がこれなんですよ。まあ、なんかあの夏木さん体調的にあんま良くないの続いてるじゃないですか。はい。でなんかかけるくんも、まあ、ビナーズとの両立でかなり睡眠時間削ってるじゃないですか、編集とか、うん、まあ彼自身も結構体調悪い時とかもたまにあるかなみたいな、まあそれでも頑張ってるっていうのはあると思うんですけど、ここからね、真剣な話に入っていきます。まあ、なんか来年このままやってても結構二人の体的にだいぶ良くないんじゃないのかなって思ってて、なんか来年3ヶ月ぐらい一旦また休止してもいいのかなみたいな、すごいそのポジティブな意味で。何ですか、うん、これに対してね、なあちゃんが YouTube に対する思いやったりかけまに対する思いっていう本音をね、聞き出していきたいと思います。まあなんかその間一切仕事しないとかじゃなくて、まあ、かける君はビナーズあるし、まあ、ソロの、仕事だったりとか、まあ、ソロの案件とか、その SNS のとかはやりつつ、活動自体はちょっとゆっくりにしてもいいのかなっていう。で、かける君と実は一回会話してるところ件、そしたら、まあ、夏木さん次第っていうところだったので。え、かくんはいいって言ったんですか？なんか、曖昧でしたね。ただ、気持ち的には休止っていうのはこれに関しては僕の本音じゃないです。ただなあちゃんの気持ちを冷やすために深谷さんがねちょっと嘘をついて言ってるので、皆さん安心してください。僕はねこの生活が今幸せなので、かきまるも頑張りつつウィナーズも頑張っていくっていうのが幸せです。いやー難しいですね。自分的にはやっぱその体調崩した時とか、そのファンの子めっちゃ心配してくれてて、休止した時もそうだけど、なんかそれで頑張れてたんで、なんかそこで休止するっていうのは違うのかなと思ったんですけど、なんか全然自分の中で心折れてないのに休止するっていう決断はしたくないかなって。かっくんはかっくんで忙しいから、私よりそっちの意見も優先してほしいんですけど、絶対に休止っていう選択肢を踏まないでくれ。なんか仕事としてやりたくなくて、うん、2人が楽しいから今は続けてる、うん、だからそこがいきなりなんかスイッチ入りましたね。さっきまでは俺の不満めっちゃ楽しそうにしてたのに、今はもう真剣な眼差しになってますね。まだカップルにも聞かないと分かんないけど、あるんだとしたらなんか投稿頻度を緩めるとかあっても完全に休止っていう形にはしたかな。個人でやるとか思うけど、二人ではやりたいと思って。伝わってますこの思い。よかった、でもどうしたらいいんだろう。でも私も思ってたんですよね、かっくん最近きつそうだなって、うん、できる限りのことはやってるつもりではいるんですけど、うん、やばい、これ見入っちゃいますね、本当に。なんかお母さんになった気分で見守っちゃう。夏木さんから見てもやっぱ結構大変そうですか、最近かける。いや、本当にめっちゃ頑張ってるんですよ、うん、やっぱ全然出さないじゃないですか。出さないんですよ、なんかファンの人にも出さないし、まずもちろん絶対そういうとこ表で見せないし、私って結構出しちゃうじゃないですか。疲れたみたいな、もうなんかすごいなと思って、そこが、うん、確かにそのエネルギーがいつ切れるかって考えたら、そうっすね。うわーちょっと照れるな。いやいやいや、なあちゃんもめちゃくちゃ頑張ってるやん。なんか本当私と性格真逆なんですよ。私は心配することの先に考えちゃうんですよ、うん、でもこうだったら嫌だなって、うん、なんかはそれを考えずに突き進むんですよ、うん、でここまで来てるんで、本当すごいんですよこの人。尊敬するところが多い、うん、うわ、何ちょっと嬉しいな。なんちゃんから尊敬してるという言葉をいただきました、ありがとうございます。今までマジでの一般人だったじゃないですか、は
私昔から LDH とかで元気をもらう側だったのに、そのメンションとか DM とかでそういうなんていうんだろう、元気もらったよとか DM とか来ることが多くて、なんかそういう存在に自分がなれたのがめっちゃ嬉しくて、今年はもっとより多く DM とかもらったからめっちゃそれを感じました。いや、ファンの人ってすごいんですよ。なんだろう、すごいですかね。すごい声かけられることも増えましたもんね。かけまるのファン、本当にみんないい人たちだなって改めてこの1年間で、ね、実感しました。いつもね、メンションだったりコメント、DM してくれる方、本当にありがとうございます。けど最近1個時期ありまして、そのうちの2人で歩いてる時に、かけまるだみたいな感じで女の子2人組が話しかけてきてくれたんですけど、その女の子2人ともずっとなあちゃんの目を見て、なあちゃん好きです、なあちゃん好きですって。俺はねえ、俺は俺となあちゃん2人でかけまるじゃん、でかけまるだって駆け寄ってきたのに、俺は、なんか私的にその経験をさせてもらってるから、ファンの人たちに休止っていう形を取りたくないし、かけまるとして頑張りたいって思うと、やっぱ書くのでもそれでも辛いことが多いと思うから、なんかその分、まあ、私が頑張っていければなって感じ。でも休止は私はしたくないです。考えただけじゃないよ。私がその分頑張るって言っても絶対負担になってるのは書く、なんか私だけの意見で決めてほしくはないです。実際ウナーズ始めてからかけまるの時間減ったじゃないですか。でもそれを私は言いたくなくて、かけまるよりウナーズ大事なのとか、なんかすっごい試合の時とかも楽しそうな顔するんですよ。だからそれを言いたくないから私が頑張んなきゃいけないんだけど、なんて言ったらいいだろう、カッカにあんまりそのウィナーズのことを言ってほしくないんですよ、深谷さんから。天秤にかけてほしくないみたいな。やっぱ彼女の涙は無敵ですね。吸収したくない、絶対感じですかね。泣いちゃった、泣かされた。いやもうね、これ以上なあちゃんの涙見てられないので、今から突撃していきたいと思います。いや本当になあちゃんのね、俺に対する思いだったりかけまるに対する思いっていうのをリアルに聞いて、しかもあの涙を流しながら、マジでちょっと感動しましたね。かけまる楽しかった。今年ちょっとマジで来年頑張りましょう、かやさん。マジで頑張りましょう。そうですね、来年。お疲れ様です。何、感動ありがとうございました。何どこ。いや、ちょっとね、本日はなあちゃんの本音を聞き出すっていうモニタリングをしてました。いや、あれ嘘全部あれ全部嘘。結構ね、感動しましたね。感動しましたね。さか、涙してくれるとは、ね、あれ嘘ですよ。じゃあ、一回聞いて。いや、全部嘘。俺はもう、俺はね、ギリ泣けなかった。申し訳ない。でもめっちゃ感動したけど、ギリ泣けなかった。ちょっと待ってくれよ、本当にやだ。恥ずかしすぎでしょ。でも結構かけまるに対する熱い思い聞きましたね。そうですね。マジで白子。ちなみにね、深谷さんがさっき言ってた俺が吸収したいって言ったんです。じゃあ、あれ全部嘘だよ。深谷さんが引き出すために
そういうことを言うように打ち合わせしてた。頑張ってこい。ガチで限界来て深谷さんに相談してさうちを説得させに来たのかと思った。だってさ、うちが休止したくないって言ってもさ、いやーみたいな、これからさ嘘でしょ。よく休止しするって言わなかったね。いや、言わないでしょ。ということでですね、かけまる来年も頑張ってほしいなと思った方、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインスタのツイッターのフォローと TikTok にもなってぜひお願いします。あ、おかしくてカメラ見れない今年はちょっとだけど、来年も頑張ろう。でも待って、うちの気持ちわかる。なんで恥ずかしくなるよ、普通。いいこと言ってたからいいっすよ。やだよ、うん、そういうキャラじゃないのにこれがリアルだから皆さん、これからもね、なーちゃんの思いたくさんしてあげてください。でもあれですよね、なんか最初ね、いびきうるさい。いや、待って、それね、俺ずっと怒ってましたよ、ずっと。カッチンで。いや、事実よ。そうだけど。なんか、おなら止まらないとかね、すごいじってたのにね、あの最後の方、あの人すごい人なんですよ。ねえ、うまくやった、マジで。え、泣いてない目薬で。え、泣いてましたね。いや、あんな泣いてくれるとはね、思わなかったですね。うそ、なんかこの男たち、マジで実は熱い女だったんですね。そうなんですね。あんまお手出さないタイプの熱い女です。熱々よ。